ご視聴いただきありがとうございます。宅配便で大きな段ボール箱が届きました。何だったかな？こんな大きなもの買った覚えはないんだけどな。とりあえず開けてみることにします。シルバラさん、大きな箱ですね。何が入っているんですか？ちょっと待ってくださいね。今、中身を確認しているところですから。それにしても、梱包材が多いですね。あ、わかりました。はいはい、これですね。やっと箱から出てきましたね。私もなんとなくわかった気がします。それにしても、しっかりと梱包されていますね。まだ二重にエアマットで包まれているようです。段ボール箱が大きい理由がわかりましたけど、ここまでしっかりと梱包されていると考えてしまいますね。大きい分運送料もかかると思うし。そうですね。私もそう思いますけど仕方がないですね。さて、開梱の様子はこれくらいにして、次に行きたいと思います。今日届いたのは、フォークで買ったデルのボストロ3470、コア i5-8400、メモリー 4GB、HDD 1TB の OS なし中古パソコンです。やっと PC 本体が出てきましたね。一回り小さいデスクトップのようです。でも、OS なしだと使えないんじゃないですか？そうですね。今日はそのあたりも含めて、手を加えていこうと思っています。こうやって見てみると、やはり、普通のデスクトップ PC より一回り小さいですね。フロント側から見てみます。フロント上部に電源スイッチ、HDD 動作ライト、メモリカードスロット、ユニバーサルオーディオコネクタ、USB 3.1 ポートが2つ、DVD-RW あります。下部にはインテルコア i5 のステッカーとデルのロゴ、冷却用吸入口があります。リアにはライン入力、出力、マイクポートがあります。その下に BGA ポート、HDMI ポート、USB 2.0 ポートが4、ネットワークポートがあります。下には電源コネクターがあります。電源が下というのはいいですね。まずは動作確認です。早速電源を入れてみました。メッセージが出ました。日時の設定ができていないようですね。BIOS セットアップをクリックして BIOS を起動してみます。ところでシルバラさん、このパソコンはヤフオクでいくらで買ったんですか？値段は後ほどお話ししたいと思います。BIOS が起動したようです。これが BIOS 画面なんですね。最近の BIOS は随分と変わってきているようですね。システムインフォメーションを見てみます。メモリーは DDR4 で 4096MB となっています。プロセッサーは Core i5-8400 となっていますね。下にスクロールしてデバイスインフォメーションで、SATA 0が 1000GB の HDD、SATA 2が DVD プラスマイナス RW となっています。確認できたので、BIOS を閉じます。今回用意した 480GB の SSD と 8GB の DDR4 メモリー2枚です。この SSD は使いませんでした。それでは、作業にかかりたいと思います。2本のネジを外してサイドのカバーを開けます。
まず、フロントのプラスチックカバーを外します。3箇所の爪で止まっていて、もう片方は差し込み式になっています。3.5 インチ用と5インチ用のフレームはネジ3本で止められているので、その3本のネジを外します。3.5 インチ用のフレームを横にスライドさせて外します。HDD の電源と SATA のコネクターはそのままにしておきます。5インチ用のフレームはフロント側にスライドさせて外します。こちらも SATA と電源のコネクターはそのままにしておきます。メモリースロットが見えました。両サイドの白いストッパーを外側に開いて、メモリーを外します。増設する 8GB の DDR4 メモリー2枚です。8GB のメモリーを取り出し、メモリースロットに挿していきます。メモリーの切り欠き部をメモリースロットに合わせ、差し込みます。奥まで差し込んで、両サイドのストッパーがカチッと閉じれば OK です。同様にしてもう一枚のメモリーも、もう一方のメモリースロットに挿します。これで、メモリーの増設は終了です。DVD-RW の付いているフレームを元に戻します。ケーブルが挟まれていないか注意しながらセットします。ハードディスクのついているフレームもセットします。セットしたフレームをネジ止めしていきます。M.2 の SSD が取り付けられるようです。差し込み部と固定用の部品が付いています。ということで、急遽 M.2 の SSD を用意しました。ここからは、M.2 SSD の取り付けをしていきます。今回用意したのは、SATA タイプの M2 SSD256GB です。Dellのホームページで確認しています。
M.2 スロットに SSD 斜めに差し込んで、ノート PC のメモリーを挿す容量です。後ろを押さえてストッパーで固定します。ネジ止めではないので、これがやりにくい。固定用パーツの先を少し穴に差し込んで、上の2段になっている間に SSD をはめ込んで押さえます。苦労して、やっと固定できました。これで、M.2SSD の取り付けは完了です。フロントのカバーを取り付けます。本体のカバーを取り付け、ネジ止めをして作業は完了です。シルバラさん、大丈夫ですか？なんだか手元が危なっかしいですよ。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ちゃんと認識されているか、電源を入れて、BIOS で確認してみます。メモリーは DDR48GB が2枚で 16GB になっています。デバイスは SATA 0が 1000GB のハードディスク、 SATA 1が 256GB の SSD、 SATA 2が DVD プラスマイナス RW となっています。大丈夫ですね。どちらもちゃんと認識されています。それでは、Windows 11のインストールをやっていきたいと思います。消えてしまっていますが、もともと Windows 10が入っていた PC なので、Windows 11をインストールするのは可能かなと思っています。作っておいた、インストール用の USB を PC に挿して再起動しています。インストールが始まりましたね。言語とその他の項目のに設定画面になりました。ジャパニーズで設定して、次へをクリックします。ライセンス条項の確認です。よく読んでチェックをして、次をクリックします。インストールの種類の設定画面です。カスタムを選択します。ドライブ1 SSD を選択して、次へをクリックします。Windows 11のインストールが始まったようですね。住んでいる地域の設定です。日本で次へをクリックします。キーボードレイアウトの設定です。このままはいをクリックします。二つ目のキーボードレイアウトの設定です。スキップをクリックします。アップデートを確認しているようですね。PC の電源をオンにしておいてくださいとのことですね。再起動するようですね。デバイスに名前をつけてくださいとのことです。スキップします。アカウントの追加ですね。アカウントを追加しました。Windows 11が起動しました。インストール完了です。
クリスタルマークをやってみました。その結果です。クリスタルディスクマークの結果です。SATA の M.2SSD なのでそんなに速くはないですね。2.5 インチの SSD 並みです。クリスタルディスクインフォの結果です。新しい M.2SSD なので使用時間は18時間です。SSD の健康状態は正常です。ハードディスクの方も見てみましょう。使用時間は9258時間となっています。中古なのでかなり使われていますね。でも、健康状態は正常なので大丈夫でしょう。CPU-Z も起動してみました。CPU は Core i5-8402.8GHz となっています。第8世代なので、6 Core 6 スレッドですね。メモリーは DDR4 で 16GB となっています。ベンチはシングルが 466.9 マルチが 2556.0 となっています。新しいバージョンではシングルが 626.4 マルチが 3429.4 となっています。ところでシルバラさん、このパソコンはいくらだったんですか？そうですね。このパソコンはヤフオクで9270円で買いました。あと、メモリーと M.2 の SSD で6500円くらいだったと思います。合計で 15,770 円ですね。スペックを考えると安かったような気もしますけど、どうなんでしょうね。値段のことはさておき、無事に Windows 11もインストールできましたし、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。